カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカブすきじゃけチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら。 FA の動向が注目される西川選手ですが、いよいよ最終決断の時が近づいてきました。西川選手がどういう決断を下すのか、最終的にまとめてみたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、ではですね、これまでの西川選手のね動向をね振り返りたいと思います。西川選手が球団とね残留交渉を行ったのは2日です。11月2日にマツダスタジアム内の球団事務所で交渉を行いました。交渉は30分間で、来シーズン以降の契約年数や年俸も提示されたということで、交渉後にですね、西川選手は、僕が思っている以上にいい条件だった、今日は僕が思っていることは全部伝えさせてもらった、家族といろんな人と相談しながら決めたいというコメントを残していました。でまたね、海外志向もあると思われていたんですけど、そちらについては海外は可能性が低いので、残るか国内かどちらかというようなね回答をしていました。なのでね、まあカープのね残留交渉を得て、西川選手にとってはね、まあ、予想以上のね条件を提示したということにねなったのかと思います。まあ想像されるのは、まあ、まず複数年ということ、あと年俸もね大幅アップしたんじゃないかなということで、まあ、もしかしたら2億とかにも届いているという条件をね提示されたのかもしれないということで、まあ、西川選手が想像する以上の条件を提示されたということでね、まあ、ここから西川選手が FA 使うか残留するか悩むことになりました。その後は西川選手熟考の様子ということで、カープ球団とね複数回交渉したようですが、進展はなかったようです。まず11月6日ですね、まあ、この日西川選手は球団事務所にはね姿を現さなかったんですけど、鈴木球団本部長がコメント残しておりまして、いつでも球団事務所にいるからと伝えている、聞きたいことがあればいつでも来てくれればと話していました。で翌7日ですが、まあ、こちらもね西川選手2日続けてマツダスタジアムに姿は見せなかったということ、そしてまた鈴木球団本部長は進展はないと語ってまして、まあ、2日の1回目のね残留交渉から、6日7日に至るまではね特に進展はなく、で西川選手もあんまりね球団事務所やマツダスタジアムに姿をね現していなかったということになります。そして10日ですね、10日西川選手がコメント残してまして、言える時が来たら話すと言っていました。でまた同じ日に鈴木球団本部長もねコメント残してまして、進展はないと、適宜話し合いはしているというコメントを残してます。そして13日ですね、西川選手、今日話すことはありません、明日まで待ってくださいというコメントを残しています。 FA のね行使期間が11月14日までですので、もう本当に最終日の14日に西川選手がどういう決断を下すかというのがね分かるということになりました。まあ、本当に最初のね残留交渉からも悩み悩みまくってるんじゃないかなということで、まあ、話し合いをね重ねてるようなんですけど、まあ、ここまで進展がないということで、まあ、本当に残留するか、それとも FA 権を使って、まあ、どっか移籍したりするのかということをね悩んでるというのがね伝わってくるんじゃないかなと思います。まあ、なのでも決着は宣言期間のね最終日ということになりましたので、もう本当に泣いても笑ってもじゃないですけど、14日にはね西川選手がどういう決断を下すか、残留かそれとも移籍するのかということがね分かるかと思います。まあ、この話し合いの中ではね、まあ、もちろん年俸だったりね、年数の提示のね条件の調整もあると思うんですけど、まあ、その他にもね、まあ、もしかしたら FA 権使って残留っていう手段もあるのかどうかっていうね交渉ももしかしたらしているかもしれないんですけど、まあ、本当に残留か移籍かで揺れ動いてるんだなというのがね伝わるかと思います。その他ですけど、まあ、その他のプチ情報ということでですね、まず11月4日、この日ね野間選手のストーリーに鈴木誠也選手、西川選手、森下選手、坂倉選手、曽根選手の集合写真が上がるということで、まあ、鈴木誠也選手もね焼肉食べてる様子をストーリーに上げていましたので、まあ、このねメンバーで焼肉に行っていたということがわかります。そして6日ですね、6日西川選手もインスタグラムストーリー更新しまして、いろんな人から
ら今大阪って連絡来るけど、ずっと広島におるけど、なんなら基本松田で動いてるし、というね、更新をしていました。まあ、なんでね、この大阪にいるんじゃないかっていうね、連絡が来ているのかというのをね、まあ、辿ってみますと、まあ、まずね、10月23日、大阪のね、セレクトショップのインスタグラムで、まあ、オリックスの森友哉選手と、まあ、来店したということが投稿されました。で、さらにそれに加えて、水野ゴルフヨドバシ店に西川選手が来店されたというね、X、まあ、旧ツイッターのね、投稿が11月8日にあったということで、まあ、こういうのがあってね、大阪にいるんじゃないかっていうね、情報が流れていたんだと思います。水野ゴルフヨドバシ店のね、来店も、まあ、実際はね、先日来店したという旨が書いてあったので、まあ、11月8日とかではなくてね、まあ、多分10月23日らへんだと思うんですけど、まあ、そこらへんに来たということなんですけど、まあ、上がった日がね、8日だったので、西川選手も大阪いて、新しいね、家とか、まあ、オリックス移籍濃厚なんじゃないかなっていう情報がね、ちらほら聞こえていたんですけど、まあ、本当のところはね、ずっと広島にいるということでね、松田で練習していたということがね、わかるかと思います。で、まあ、この4日のね、食事会が気になるんですけど、まあ、カープの面々と食事したということで、まあ、野間選手とかね、まあ、多分残留するんだと思うんですけど、まあ、野間選手とか森下選手、坂倉選手、曽根選手はね、来シーズンもカープで戦うので、まあ、残ってくれよっていうね、慰留していたのか、まあ、それとも、まあ、お別れ会じゃないですけど、まあ、そういうね、会になっていたのか、ちょっとどっちとも取れるんですけど、まあ、もしね、残ってくれるというようなね、慰留会であったらね、それが効果あって残留というところにもね、なってくるのかもしれないかなと期待してますし、まあ、6日のね、ストーリーもね、まあ、こういう投稿するっていうことは、まあ、広島残ってくれるんじゃないかなって思うんですね。まあ、これで結局大阪行くんかいってなるとはね、あまり思いたくないので、まあ、こういう投稿するっていうことは、まあ、最終的に広島残るけど、まあ、大阪かっていうね、連絡が鬱陶しいので、ストーリー上げたのかなっていうふうにね、まあ、楽観的に考えていますので、まあ、ちょっとね、まあ、インスタのストーリーなのでね、どこまでがあれなのかわからないんですけど、まあ、カープ残ってくれるかなっていう情報もね、期待を持たせてくれる情報もね、ちらほら上がっていたのかと思います。はい。で、最後にね、まあ、決断のポイントは何になるかということで、まあ、何をね、ポイントに移籍するか、残留するかを決断するかによって、まあ、本当にね、決まると思います。まあ、正直ね、まあ、噂されるのはオリックス、ソフトバンクっていうところなんですけど、まあ、移籍するとしたら、まあ、オリックスになってしまうかと思います。で、そうなると、まあ、カープ、オリックスの2択で考えるとですね、まあ、まず年俸重視だと、まあ、やっぱオリックスが有利になるかと思います。まあ、カープもね、最近は年俸もね、よく出す。で、まあ、西川選手もね、いい金額出したと言っても、まあ、そうは言っても、ちょっとオリックスにはかなわないかなというふうには思いますので、まあ、お金を重視するということであれば、オリックスになるのかと思います。でね、チームへの愛着となると、まあ、これさすがにね、カープだと思います。もうカープでね、入団してからずっとやってきてますし、まあ、新井監督も知ってているということですし、まあ、やりやすいね、チームメイトもいるので、まあ、そこはもちろんね、カープ優先してくれるかと思います。で、起用法重視ということになると、まあ、これもちょっとわからないですけどね、DH もあるオリックスが有利かなと思います。まあ、やっぱフルでね、守備について出るとなると厳しいですし、まあ、西川選手ね、ここ数年怪我もね、シーズン中してしまうということがあるので、まあ、休み、なお、それでも試合に出たいということであれば、指名打者としても出るという選択肢があるね、パ・リーグのオリックスを選ぶということにもね、なってくるのかと思います。で、まあ、優勝を狙うなら、まあ、これもオリックスが有利かということで、まあ、やっぱね、オリックスが3連覇しているという状況で、まあ、戦力もね、そこまで、まあ、山本由伸投手が抜けることにはなりますけど、まあ、そこまで落ちないということだとね、まあ、オリックスが、優勝に近いということになると思うので、まあ、もう一回ね、西川選手が優勝したいという気持ちがあるのなら、オリックスを選ぶということにもね、なってしまうのかと思います。で、また地元への愛重視であればオリックスが有利ということで、まあ大阪でね、生まれ育ったということがあるので、まあ地元でやっぱね、住み慣れた街で、またプレイしたいというのがあれば、まあそれはもうオリックスが優先になると思うので、まあそれもまたね、仕方のないことかなと思います。で、最後ね、まあ、家族の意向重視ならということで、まあ、ここがね、ちょっとわからないんですけど、まあ、もちろんね、ご家族もいらっしゃいますので、まあ、そのご家族の意向というのもね、重視すると思います。なので、まあ、そのね、西川選手結婚していますので、まあ、奥さんがね、まあ、広島がいいのか、大阪がいいのか、どっちかをね、選ぶということになれば、まあ、それによって、広島に残るか、オリックスに移籍するかというのがね、決まるのかなと思います。まあ、こうやってね、条件改めて見ると、
まあ、もし宣言するとなったら、やっぱちょっとカープやっぱ不利だなと思いますね。まあ、ですけど、まあ、チームへのね、愛着っていうのをね、もう重きに置いてくれるということであれば、もう残留ということになると思いますので、まあ、そこはもう西川選手のね、決断をね、尊重するということになるかと思いますので、もう14日にも最終決断がね、下りますので、もうあとは本当にどういう報道が出るかを待ちたいと思います。もう早ければね、もう深夜に出てくるんじゃないかな。まあ、中国新聞とかがすぐね、出してくれるんじゃないかなと思うので、まあ、大体ね、黒田選手の復帰の時とかね、丸選手の移籍の時も、もう中国新聞が真っ先にね、出していましたので、まあ、それも確か2時3時とかでしたので、まあ、それぐらいにね、早ければわかるかと思うので、まあ、ちょっとこんだけ引っ張ってね、まあ、じらしてくれたなというところで、まあ、最後残ってくれればね、いいんですけど、まあ、もちろんね、西川選手が試合で続けて掴み取った権利なのでね、まあ、どこへ行ったとしても、あの西川選手の決断をね、尊重したいと思いますが、まあ、やっぱカープファンとしては、また来年西川選手がカープのユニフォームを着て活躍する姿を見たいと思うので、残留という決断待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いよいよ西川選手の FA の動向にも決着がつきます。カープファンとしてかなりドキドキしてますが、残留してくれるということを期待して待ちたいと思いますので、西川選手の決断待ちましょう。このチャンネルの登録まだの方は登録、高評価よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。